今日の国会では新型コロナウイルス対策などをめぐり激論が交わされました。みんな厚生労働省押し付けで政府を挙げてやっているという感覚が足りないじゃないですか。国民に対して安心してください、ここまでやってますよという責任があるのは総理や官房長官じゃないですか、違いますか。内閣総理大臣安倍晋三君。各省庁において対策を具体化し速やかに実行に移すよう指示をしたところでございます。情報発信については対策本部の場で私から直接発信をさせていただいておりますし、陰性だったクルーズ船の下船者から陽性反応が出たことについては何の手当てもせず下ろしておいて、そして事後的にちゃんと経過観察してくださいという話なんですよ。明らかに後手に回ったんじゃないですか。現実はしっかりと受け止めなければならないというふうに思っております。さらにこの問題も、検察官の定年延長です、冒頭決裁というわけのわからんことを言ってきました。シナリオではなくファクトの積み上げでご議論させていただきたいとお願いします。今その上でご指摘のですねお答えを、まずこれファクトだけ集めてきてパネルにしたんです。検事総長に当てようとしているのは総理自ら桜を見る会に対する政治資金規正法に対する捜査を防ごうとするものだと疑われています。検察まで権力に忖度するものになってしまったのでは、日本の司法制度の崩壊です。こんなことをあらがしているんだという、今回の人事について総理から指示があったことはございません。